ご視聴いただきましてありがとうございます。広島のことです。今日のナイト2000はですね、大事故の事案が2つあるんですよ。まず1つなんです、救急論の正体が分かりました。このね、ファンベルトですか、こちらの方の調整が必要だということで、やってきまして、このね音がねキュル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 になってちょっと怖かったんですけど、ベルトはまあ新品同様ですしね、やっぱり調整が必要だったということなんでしょうね。ご指摘いただきましてありがとうございます。まあ、今ではですねもうキュルキュル音もなくなりまして快適に乗れるわけなんですけども、まあ、快適に乗れるとなるとね車内もこうやって撮りたくなるわけなんですよ。そしてですね、現在の映像がこれです。音がもうしなくなったんで本当に安心して乗れるなと思いましたね。その代わりですね、新しい事件がここに発覚した。ほらガソリンが漏れてるんですよね。ホースが破れて危ない状態ですね。大炎上します。まあ今となってはこういう風に、まあここはねファンベルトを直すところなんですけども、ここを緩めてここにバールを刺してグイッと上げたよっていうところなんですけどもね、これで一つ解決しました。あ、そしてですねもう一個の方のガソリン漏れの方なんですけども、こっちが厄介なんですよね。これは今ねベルトがもうたわみもなくてしっかりしてるよっていうところをこう見して、お見せしてるわけなんですけども、ガソリンの漏れの方はですね、ホースをここに新しいのをこうやって繋いでですね、こうやってくるくるくると巻いたんですよ。まあ、これでホースの漏れがなくなりましたんで、当面は大丈夫かなっていうところですね。ありがとうありがとうっていうふうにいただいてます。はい、これでね、ガソリンで大炎上の心配もなくなったかなと思いましたね。ナイト2000、ひとまず OK ということなんで、締めていこうかと思います。これがコクピットを撮影したところなんですけども、やっぱりね、気持ちよく、修理が終わった後は気持ちよく撮影したくなるものですよね。で、これがタイヤを見てるところなんですけども、気圧も 2.5 に揃えるところをしなければ、やっぱパンクしてもね大変ですからね。でこれがまた運転席に乗って新しく出かけるところですね。タイヤの状態も良くなってキルキル音もしなくなって、そしてガソリン漏れもね危ないですね。あんな気づかなかったら大爆発しますよね。まあ、こういう風にねマイケルナイトさんみたいにかっこよく乗っていきたいなと思うわけなんですけども、現実はスピード違反になっちゃったりね、道路交通法がありますので、本当に普通の運転よりもキットに支えられてね丁寧に乗っていくしかないかなっていうところでございます。これがね乗っていくところなんですけども、私和服が多いんで和服とトランザムというね妙な組み合わせですけども、ご容赦くださいませ。まあ、今日も快適に乗っていこうかなってことですけども、まあこれがスマホなんですけども、スマホにもねナイトザイダーのシール貼ったりとかして、非常に楽しませていただいてるってところでございます。これが夜撮影したところなんですけども、やっぱりねこういう風に撮影してみるとちょっとかっこいいですよね。やっぱ憧れたものがねこうやって身近にあるっていうのは本当にそれだけで新しい勇気とか元気をくれるもんだなと思います。同時にですね、やっぱこれを維持していくのには必要となる責任とかね、モラルとかいろいろあると思いますんで、やっぱ他にもこういったナイト2000のレプリカとかね、トランザも乗ってらっしゃる方がいるんで、そういう方のやっぱ恥にならないように乗っていこうかなというふうに思っております。それではですね、今日は一応これでいろいろできましたので、一旦一件落着ということで動画の方も終わらせていただきます。まあ、最後にですね、バックして、エンジンを切るところで終了したいと思います。キットもいろいろ喋ってますんでね、そのままご覧くださいませ。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。本当にね車っていうのは一歩間違えたら大変な事故も起こしますし、それから車の破損とかにもつながるんで、しっかりとチェックしていきたいですよね。私もねこのトランザムナイト2000をいただいてから本当によくよく車を見るようになり、チェックするようになり、気づかなくちゃっていう風にやっぱりね視線をいろいろと向けるようになりました。全く自分がねこんな車をねいろいろいじるようになると、数ヶ月前まで思わなかったですけどね。